になにです。この間ネタを募集した時に動画見てくれてる人から自虐風自慢する人の動画してほしいですって言われたんですね。で、私自虐風自慢の意味をあんまりよく分かってなくて、まあ、とりあえず自慢はするだろうなと思ったけど、一応意味を検索したんですよ。で、調べた結果言いますと、自虐風自慢とは一見自分のことを自虐しているように見せかけて自慢をしてくる自慢方法のことと書いてましたね。それでなるほどなと、たまにこういう人見かけるよなと思ったんですよ。ということで今日はね、自虐風自慢をする人たちをね、まあいろいろね紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。1、自虐風モテ自慢。これは最近さ、全然興味ない人ばっかからめちゃくちゃねご飯誘われるの。マジ最悪。マジしつこいから、マジ LINE 返したくないもんと、ふざけたこと抜かしつつ、しっかりモテ自慢するやつのことですね。で、いざ LINE のトークとかね、見せてもらうと、8割ぐらいの女がね、めちゃくちゃ男の子をその気にさせるようなこと言っとる。それでしつこいとかうざいはねえやん。お前しっかり楽しんどるし。しかもこの男さ、もう2分ぐらいで返事してくんの。マジ返したくない。あ、そうなん？じゃあ黙ってトークとか消去してみるわ。さすがにそれはできなくない？そっか。じゃあ既読無視するとかは？いや、既読無視はさすがにかわいそう。まあ、適当に返すわ。いや、返すんかい。なんや、今の世界一無駄な会話のラリー。何よ、かわいそうて。陰でめんどくせえって言われながらも、モテ遊ぶ方がかわいそうやろ。2、黙ってればモテるのにって言われる自慢。これはね、結構多いっすよね。でも、私これさ、別にね、イラッとはこんさね。一回それ言われたぐらいじゃ、まあ、あんた顔かわいいしね、ぐらいで終わる。やけん、これ大事なのは言われる頻度よ。もう何回も何回も何回も言われたら、しつこかな。わかったって言うよりは。顔可愛いかって、お前は。それ何回も言ったい。でもな、言わせてくれよ。結局最後は愛嬌が勝つけんな。黙っとけ。って本音ぶちまけたくなるよね。いや、十分イラっときとるやん、私。3、肌何も塗ってない自慢。これはね、腹立たしいね。いたのよ、過去にマジでこういうやつが。会話をそのまま再現するよ。みなにちゃん、おすすめのファンデーションとかある？私全然メイク詳しくなくって。あ、私鼻くそファンタジスタのこれ使ってるよ。あ、鼻くそファンタジスタのこれ私ダメなの。逆に顔が黒く見えちゃって。だから今も日焼け止めとかしか塗ってないんだよね。いいな、めっちゃ馴染んでるじゃん。私絶対首の方が白くなっちゃうからさ。ファンデーションとか塗ってないの？肌めっちゃ綺麗やね。全然そんなことない。まあ、シミとかは確かにないけど。シミないんだ。ほんとだ、羨ましいな。私とかも外の部活やってたけんが、ここら辺とか超シミだらけだよ。ほら、ここもさ、ここも。私もやってた。テニス6年間やってて、顔全然日焼け止め塗らなかったんだけど、なんでだろうな。もうちょっと愉快ですか、お嬢ちゃん。私だいぶ我慢してたけど、もうそろぼち限界よ。なんやお前。いや、ほんとになんやお前。何？人をイラつかせるバイトとか今しよる？今時給発生しよる？お前鼻からおすすめのファンデーション聞く気ないやん。なんやこっちが色黒いみたいな。なんやこっちがシミいっぱいあるみたいな。なんやこっちがここの水ぼうそうなど一生消えみたいな。なんやこっちが中1の体育祭の100メートルの時にスライディングゴールした膝の傷一生消えみたいな。ただ恥かいて終わりやっか。でも喋りかけんな。寝ろ。おやすみ。4、睡眠時間自慢。これはね、学生に多い印象。ガチ俺今日やばいかもしれん。どうしたと？いや、俺一昨日からトータルでマジ6時間ぐらいしか寝てない。やべえ。マジレッドブル必須。なんでそんな寝とらんと？いや、飲みさ飲み。一昨日はサークルやろ。昨日はケンスケたちと飲み行きよって、まあ、そのままダーツ行って、でそこで会った女の家行って、まあ、やることやって、だから寝てねえんだよな。しかも今日も飲みやし、マジ終わった。じゃあ普通に断って寝ろさ。いや、俺はまあ盛り上がるらしい。やけど仕方ね。マジダメ。ケンスケ、ブル買ってきて。ラットブル。寝てない自慢する人多いけどさ、これさ、自慢して何になっとってもさ。だってよ、この動画見てくれてる君たちは仮にさ、寝てない自慢を人にされたとしてさ、それでさ、すごい、寝てないのすごいとかさ、かっこいい、寝てない。一昨日から6時間しか寝てないの？めっちゃかっこいいじゃん。とか、ならんよね、別に。むしろそんな寝てないみたいな情報をさ、言われたらさ、こいつ倒れんかなとか、うわ、こいつ吐かんかなとかさ、なんか心配だろ？私心配やもん。貧血でなんか、体育祭とかで、開会式とかで、貧血とかで倒れる人怖いし、もともと、そういう人間やし。やけん、やめてそういうアピールすんの。5か。5。体の部位かっこいい自慢。いや、俺やばいかな。なんか？いや、俺ほら、喉仏。俺マジ、人よりめちゃめちゃ、見て。人よりめちゃめちゃ出とるやん。あ、ほんとだ、めっちゃ出とるね。けど、喉仏出とるはかっこいいよ、多分。私も普通にそっちの方が好きけど。ガチ？俺あんま思わんわ。しかも俺、腕の血管も結構やばくて。ほんとだ、すごいね、結構。いや、マジ結構出とるっすね。女子はさ、さすがにここまで血管出とる男とか嫌やろ。いや、わからん。でも血管好きな女の子とか多いじゃない？
マジ？ほらなんかこことかめっちゃ血管出てて、こことかここの筋とかめっちゃ出てんだけど、ここら辺とか。うわあ、手にめっちゃ力入れとりまんがな、血管出そうとしとりまんがな。お前知っとるやん、絶対知っとるやん、検索しとるやん。ネットで絶対女子が好きな男子の体部位ランキングとか検索してますやん。女子が喉ぼとけた血管好きなこと知っとりますやん。それ分かって聞いとりますやん。絶対知っとりますやん。その顔じゃないと、ここいちいちここの腕グってこう血液止めて、こうやってこう筋見せんやろ。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録。